詣とか行かんし。聞いてる？聞いてんのかって。うるさい。初詣とか行かんし。そんなもう面倒くさいよ。お前のその店主のですよ。お前の気分ってな、予定なんでこっちが帰らなかったの。他の女と初詣行くわ。勝手行ってくる。気持ち悪い。行くで、ほんまに。趣味だよ。行ってくるわ。じゃあ、はい、クソやりちまう。やってから言ってじゃん。やってるやん。やってへんわ。あの仮想の家庭の話せんといて。お前がな、事実言われて逃げるわって。いや、事実言われて逃げてないし、別に向き合ってるやん。何が向き合ってんねん。じゃあどう向き合ってんのか言えやん。話してるやん、普通に。は？何が話してんの？わけわからんの喋ってるかさ、話してるうちじゃないってる。しょうもないことばっか言えやん。だからもう初詣行くって言ってたけど、もう行けへんて。でうざいもんだって。お前がな。でそっち行ってな、タバコ吸ってな、あの話することもせえへん。しょうがない話しときもない。なんでお前そんなのいちいち違うからな。ちゃんと話しろってな。なんでしかないんやな。他の女と初詣行っていいねんな。勝手に行ってくれ。お前みたいなこと誰が言ったで。だってしごいやん、終わりな。それでめんどくさいか、そういうのいつもさ。どうしん、めんどくさいね。行きたいで、行きもいいや。泣いてくるわ。整備持って帰ってくんない。こっち座れ。なんで、なに、なんなん、あと、なん、なんなんやったい。なに座れって言って。ちゃんで座らなあかんの。当たり前やん。動画撮ろう言ってて。じゃあお前がそうやって言ってきたからな、撮る気も失せてんねん、こっちは。じゃあとりあえず座れって。なんで座れって言ってんだ。誰に言ってるの。話するから座れって。座ってくださいって言うよ。座ってください。お前おるない。全部座ってください。今なんか間違えてる。座れください。めんどくさ、おもんない。何だから初詣行くって言ってるやん。じゃあ、なんて言ってるやん。行く謝って。いや、お前謝れよ。さっき言ったことも謝って。ごめんって。キモいねんけど。なんかもうキショい、マジで。もう今回は何ちょっと急遽動画話すようなとこも決め回して初詣行くって言ってたけど行かないドッキリは仕掛けました。行かへんの。行くやっぱ行け、やっぱ行け。じゃあもうめんどくさい。お前やっぱ行け、ほんまに行け。さっきだってうざかったからやっぱ行け。じゃあお前がうざい原因作ってるやん。じゃあもううざいってお前うっとしい。じゃあもうキモいって。かわいいマジうるさい。お前キモいマジで。なんなん。え、なに。いや今回はちょっと急遽動画回して初詣行くって言ってたけど行かないって言ったら、まあ彼女どんな反応するのかっていう。ちゃうやん、お前さっき。だって普通の時からずっと言うとって。言ってたろ、いいかも。いや、これでもう動画にできるわと思って。キモッ。いやいや、いつもそうやん、いつも言うやん。そうやん。いや、これをやっぱもう動画に変えて普段のこうやりめんどくさい。で、やっぱりね、これをみんなに見てもらわないと。知らん。やっぱ喧嘩で大乱闘になってあんなん映せるわけないもの。がもうここら辺のものが全部ひっくり返ってあんなん映したら大炎上する。全部物投げて何何そうしたことないしまい。それをまあできれば目標は取りたい。絶対嫌。取らんといてな。そんなやばい。そんなマイクやばい女になるやん。なんかバカにしてるの。お前が原因やで。全部皆さん全部こいつが悪いですよ。いや悪くないです。なんなん普通の YouTube 撮るって言ってたやん。言ってたよ。いいやん、やっぱこういうリアルを。でもさっきはガチなんか謝ってちゃんと。うん、謝って。なんで。じゃあ一緒謝って。無理。マイク謝りたくない。悪くない。悪くないから謝りたくない。嘘つきたくないし悪いと思わない。謝りたくない。前さ何言ったやん。相手がもう
悪いって思ったら、それで謝る。そんなん、それは違う。その言ったことで、じゃあ、だってな、言っていい。それ言ったら、言っていい。じゃあ、言っていい。いや、喧嘩の大半全部この人ですからね、悪いのは。マイコが悪かったことが1、2回ぐらいは。いや、だから。いや、そうやろ、それは言ういや、みんなに。いや、それはあるかもしれへんけど。じゃ言って、ちゃんと、そうですって。いや、そうですね。まあ、だから。僕が全部悪いです。5対5で俺が悪い。僕が全部悪いですって言って。ちゃんとみんなにほんまのこと、大体分かってないと思うけどな、みんな。いや、みんな、騙されたらあかんすよ。みんな、マイコがな、黙れパンチドランカーすんな。マイコがな、みんな、言い方悪いやんか、いつも口悪いやんか。でもな、マイコってめっちゃ優しいね。こいつが、ほんまに心ない一言とか言うね。もう冷めたとかな。もういいわ、もう好きじゃないとか。謝れや。ごめん。無理。まあ、とりあえず、今から、初詣に行って、カステラと卵せんべいを俺は食べます。もう屋台出てないで。いや、あるやろ。いや、時間な。マジ？バチじゃん。これ挨拶とかしてないやん。してないよ。初詣の、神社、みんなこう、じゃらじゃらって鳴らしてる端っこの木の裏で、バキョン。バチ当たるわ。え？バチ当たる。ちょっとしたくない。迷子しちゃうね。なんか青缶無理やもん。ちょっとスリル欲しい。青缶は嫌。ベランダでいいんちゃう。家賃払ってるし、ベランダ。それ関係ないっすか？敷地ない、敷地ないし。別にいいや、家賃払ってるから。そう言ったらちょっとでもやるって言うと思って。一回でもやってみてもいいよな。別に。ほら、公園で。ちゃうって、ベランダやって。神社で。ベランダ。なんで神社わかんない？神社は嫌やと怖いもん。お守り俺買ってさ、お尻に。ほんまにほんまにアホじゃないこれ。やっぴにいいけどマイクよりアホやからな結局。ということでね、挨拶してなかったから終わりの挨拶しよう。マイクこっちのポジションがいい。ええよ、いやよ、こっち嫌よ、はい。以上ヨマインカップルのマイでした。ヨでした。やめてその素人 YouTuber。 何素人？なんで気取らなあかんの？気取る場合からも気取らへん。もう素人で5万人やし、素人が好きやからさ。うるさい。お前そんなことばっかり言う。なんかさっきも見たけどね。何？普通の 3P。 あ、分かった。何？ 3P。マイコ、俺、もう一人、こんな違うって、ここで、ね、見ただけ、自分がしたいと思っ